ベンクスタンは、ベルギーのミュージシャン、音楽プロデューサー、DJ。12歳で、自分のコンピューターをシンセサイザーにつなぎ、18歳になる前にダンスオペラ、イルージョンレーベルで作品をリリースし、伝説的、レーベルアントラーサブウェイとの契約につながった。1996年、ラバチェで、ベネルクス、フランス、スペインその他ヨーロッパ諸国で、国際的成功を収める。 レジは女性パフォーマーミスレーディーとチームを組んだミルクインクはこの数年で2万人以上の動員でのライブを何度もこなしてきた1999年以来12枚のアルバムをリリースし多くのアルバムがゴールドやダブルプラチナムアルバムを記録してきたこのバンドは現在活動休止中2005年最初のレジ・イン・ザ・ミックスがリリースされ ベルギーで最強のダンスコンピレーションブランドの一つとなった。10年間で15枚をリリースし多くがゴールドディスクに輝き、累計30万枚以上を売り上げている。レジは2006年5月に行われたジュニアユーロビジョンコンテスト2006のベルギー予選にて、ニコラス・ケイサーズの曲、二度と君を失いたくないをプロデュースした。 当時14歳のニコラス・ケイ・サーズは2006年10月1日、ベルギー地域予選の決勝で5位に輝き、最後の切符をつかみ取った。2007年11月、レジは初のソロアルバムであるレジストレーテッドを発売した。アルバム制作にあたって、彼は、ケイト、ライアン、スカーラ、ダンゼルなどの多様な音楽的方向性を持った、ベルギーのアーティストたちと共同で作業した。 このアルバムは発売前からベルギー国内で1万枚以上の売り上げを記録しゴールドディスクを獲得した。2007年11月、レジは初めて作曲者としてユーロビジョンコンテスト2008に参加することを宣言。2008年2月、ユーロビジョンコンテストのために特別に作られたユニットであるエリスティーがレジが作曲したマイミュージックで出場したが、準々決勝で敗退した。 2008年4月初め、レジの初のソロコンサートである、レギイン・ザ・ミックス・レジストレーテッドが、アントウェルペンのロトアリーナで開催され、7500席、すべてが完売した。レジはこのコンサートの前までは、DJ として、クラブや、レーブなどにのみ出演していた。2008年夏、レジは、ベルギーのテレビ放送で、AN のゲームショープログラムである、ブローンのために、 新しい曲を作曲した。その曲は2008年9月から2011年8月まで、そのプログラムのタイトル曲として使われた。2009年1月からレジは、フランドル地方のラジオ放送、MNM にて、週に一度小プログラムを進行し、自身のダンスヒット曲を紹介、ミックスしている。2009年夏、レジは、児童のため道路交通安全を図ろうという趣旨の、 ベルギーイニシアチブライフラインが主催したリスペクトキャンペーンに参加した。このキャンペーンのために彼はウルバノスと共にデゼッペジッキソングという曲を作曲、プロデュースした。この曲はフランドル地方のチャートで2位まで上り詰めゴールデンディスク賞を受賞した。2010年1月31日、レジの音楽的成功などが認められ、 彼が居住するフーズダン・ゾールダーの名誉市民として指名された。2010年6月、彼は2枚目のソロアルバム、レジストレーテッドにを発表した。1枚目のソロアルバムと同じくカヤ・ジョーンズ、タイラー・コノリー、ターボ・ビー、レイ・ス・リンガード、キャサリン・エリス、ファン・フェルゼン、カトリーヌ、ジェシー、スカーラなどの国内外のアーティストたちと共に制作。 このアルバムは発売後すぐ公式アルバムチャートにおいて1位に輝き5週間連続で1位を維持し続けた。2015年5月にはデイブ・ティル、ルディ・ゼンスキーとの共同作業でヒーアという曲を発表した。この曲は以前の3人のコラボ曲モーメンタムを発売したディミトリ・ベガス・ライクマイクのレーベルであるスマッシュ・ザ・ハウスから発売された。ヒーアは当時人気だった。 ビッグルームに分類される。後続の曲である、ヘ、hey、イは、1年後に発売された。この曲は、ファンの予想とは異なり、急激なジャンルの変化ではなく一種の意図を見せる、作品であった。2015年、レジは3枚目のソロアルバム、ボイセズを発売。このアルバムも、ベルギーのアーティストたち及び、海外アーティストたちと協業したものである。このアルバムで、レジは主に、 ハウスミュージック分野のプロデュースを行った。プログレッシブハウス、エレクトロハウス、ディープハウス分野のトラックである、このアルバムには、ベルギーとオランダの DJ たちとコラボした曲が多く、その他に、レジが、審査員及びコーチで活動していた、ボーカルキャスティング賞の参加者であったヨーク・ヘラミー、レアルー、エマラ・ラウエルスと、アレッシアの声も収録されている。ボイセズも以前のアルバムと同様、 発売直後、アルバムチャート1位に輝いた。2019年11月、2枚組ミックスコンピレーション、レギ・イン・ザ・ミックス2.0をリリースした。DJ、プロデューサーとして、トゥモロー・ランドのメインステージの他年間200以上のライブショーをこなしている。MNM というメインラジオ局では、毎週、ディミトリ・ベガス・ライク、マイク・ロスト・フリクエンシーズと共にラジオショーを、 ホストしていて彼の名前を不動のものにした。ここ数年彼はベルギーのレーベルスマッシュ・ザ・ハウスやモスチコー、CNR でクラブリリースを行っており2018年には夏のヒットエリーで7週にわたり位置を確立した。2019年のフォローアップシングルサマーライフはプラチナステータスと同じ成功を収めた。この直近のシングルは 夏の終わりには数とになってしまったものの新しい恋愛や暖かく楽しい思い出や楽しい思い出を懐かしむのスタルジックな楽曲である。エレクトロニックミュージックとオルタナボーカリストとして完璧なバランスをとりながら商業的ダンスシーンとオルタナティブダンスシーンの間で見事なバランスを保ち両方のシーンの架け橋となっている。アルバムありがとうございます。